ラバト教の紋章の縦の,の部分。ラバト教は、スコットランド貴族のロード・オブ・パーラメント。ラバトのフレーザー氏族の族長フレーザー家によって、世襲されている。第11代ラバト教サイモン・フレーザー・ラバトの、フレーザー氏族の族長ヒュー・フレーザーが、1457年から1464年に、かけて、スコットランド貴族爵位ラバト教に助せられたのに始まる。旧 ヒューフレーザーまで直径の継承が続いたが、九代教が死去した時、九代教には女子しか残っていなかった。七代教、ヒューフレーザーの四男に当たるトマス・フレーザーとその息子、サイモン・フレーザーは自分たちがラバト教の継承者であると申し立て、九代教の未亡人アメリア・マリーと訴訟で争った。裁判所は1七0年十二月二日にラバト教諭を 女性の継承が可能な爵位として、アメリア・フレーザーがラバト教くらいとその財産の継承者であると判決したが、1730年7月3日には、男系男子に限定される爵位として、トマス・フレーザーが10代、ラバト教、サイモン・フレーザーが第11代、ラバト教であるとする逆転判決を出している。11代教に認定されたサイモン・フレーザーは、 陰謀家として著名でしばしばジャコバイトと接触し、1740年3月14日には大戦勝者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートから、ジャコバイト貴族として、スコットランド貴族、フレーザー公爵、ビューフォート公爵、ストラセリック伯爵、エアード・ストラス・グラス・子爵、ラバト・ボー・リュー卿に助せられている。1745年のジャコバイト放棄に関与し、 1747年の貴族院の判決により、大虐罪で有罪判決を受け、処刑されている。借位と所有地も剥奪され、その後100年以上ラバト教委は消滅することになった。4代ラバト教の次男トマス・フレーザーの組む孫である、トマス・アレグザンダー・フレーザーは、1825年にラバト教くらいの復元を請求した。 1837年1月28日には、新規の爵位として、連合王国貴族インバーネス州におけるラバトのラバト、断尺に除せられ、ついで1854年7月10日の議会法で、ラバト教の回復が認められた。以降2017年現在まで彼の直系によって、継承され続けている。2017年現在の当主は、サイモン・クリストファー・ジョゼフ・フレーザーである。 本邸は、インバネッシャービューリーにある、ビューホートロッジとバルブレアハウスである。紋章に刻まれるモットーは、用意はできている。ラバトウフレーザー家。ありがとうございます。